東芝、レーディングイノベーションはい、どうも皆さん、こんにちは、イヤヨンでございますはい、見てください、じゃーんついに、新しいパソコンを買いました <laughs> えー、東芝ですよそして箱からもわかる通り、この小ささこの軽さこのね、軽さ、軽量化、このコンパクトにまとめられるのはもう日本のメーカーのみ東芝、さあ、まずは早速、開封していきましょうかはい、開きました さあ中をドンということで新たなダンボールが出てきましたねということで東芝リーディングイノベーションインテロインサイドさあさらに中を開けていこうこっからだねよしさあオープンほっはい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 保証所在中ですねそして、えー、こちらが説明書かな さあ、本体を見ていきましょう。おすごいえめっちゃ小さいいい軽いさあ、こちらが本体でしょう。オーブンほっおおめっちゃ綺麗ということで、シルバーですね。シルバーを選びました。え、めっちゃ軽いすげえ軽いよ もう今まで使ってたやつがね、もう物理的にも動作的にも重くてね、もう買い替えたわけなんですけども、もうめっちゃ軽いね。さあ中の方も見ていきましょう。ほっ。さっ。おおはい。じゃあ、かっこいいね、見た目も。すごい。そしてこちらを見てください。ジャンインテルコアアイセブン i7 ですよ。そして4コアですよ。えー、クワットコア。なんで、頭が4つあるわけですよ。ね。なんでね、もう快適に動画編集とかもできそうですね、これでね。で、なんといっても、この軽さですからね、持ち運びもとても優れていると思いますんで。いや、いいですね。あ、キーボードもなかなか押しやすいね。はい。でとりあえず一旦、これは戻して、 そして、えー、こちらが AC アダプターですね。AC アダプターと、あ、AC アダプターですね。はい。はい、付属品はね、えー、まあ、本体と AC アダプター、そして電源コードだけみたいですね。なんで、ま、あこれと AC アダプター、電源コード、これのみとなりますね。はい、ということでね、まあ、こちらが13.3インチってやつなんですよね。 13.3インチってのはまあこれぐらいの大きさなんでね、私の手の大きさとかと比べると。なんでまあ、まあ、一番でっかくもないし小さくもないっていうね、一番、えー、最適な大きさなんではないでしょうか。持ち運びに関してはね。で、とても軽いですよ、この、この軽さ。えー、製品情報によるとね、1.099kg ということでもう約 1kg。すごい軽いですよ。 そしてこちらの容量がですね、512GB もあって、SSD なんですよ。SSD って何かと言ったら、ハードディスクって言ったらもう回転させてね、読み込むようなもので、つまりなんかうるさいんですよね。グザーガーってね、よくパソコン動くじゃん。動いてうるさいじゃん、なかなか起動してるとね。でも SSD はもう静かですからね。もう USB メモリと一緒ですから。なんで SSD なんでね、もう静かに軽くて、そして i7 なんで早い。最高ですね、これね。 はい、このパソコンはもう最高です。もう、すごく愛用していきたいと思います。見た目結構なんか、Mac っぽい感じもしますよね。このシルバーだからってのもありますけども、まあシルバーでね、キーボード黒ってなんか Mac に結構似てますけどね。まあこれ普通に Windows なんで。ね、はい、東芝のパソコンでした。ということでね、まあ東芝はね、結構ね、コスパがいいんですよね。なかなか安くね、買えるんですよ。こちらね、この性能でね、約15万で買いましたから、14万。 8800円とかだったかな確か。15万以内にもう買えてますから。すごく安くてね、東芝いいんですよ。その分ね、まあ東芝は結構作りがチャチいみたいなね、言われることもあるんですけども、まあなかなかね、コスパがいいので、東芝おすすめです。まあ他におすすめの会社といえば、まあ富士通とかですかね。富士通はね、まあ作りがしっかりしてるんですよね。キーボードとかも押しやすいですし。 でも、東芝よりはね、やっぱ価格も跳ね上がってしまうんで、まあ、お金に余裕がある人とかは、富士通とかの方がいいかもしれませんね。あと、NEC とかですけども、NEC は最近、あの、レノボっていうね、まあ、外国の会社と組んでるんで、まあ、ちょっと信用ならないんで、まあ、あんまりお勧めはできませんね。まあ、デルとか、まあ、外国の会社は、あの、こういうね、最初、動画の冒頭でも言った通りね、この軽さですよ。軽量化とかできるのはね、日本のメーカーなんですよね。 海外のメーカーはそういう軽量化というかいうことはちょっとね、衰えてんですよね。なんでデルとかレノボまあそういう会社はちょっとね、軽さ、つまり持ち運びにはね、あんまり便利ではない。あとはまあ学生とかに一般的なのはパナソニックですよね。うん。まあ、ということで私は東芝を選びました。東芝は価格が安くてね、非常におすすめですので、ぜひパソコン、お金はないけど、いい、それなりのいいパソコン買いたいとか思ってる方は、東芝を選んでみるといいんじゃないでしょうかね。 はい、ということで、今回は新しいパソコンを買ったということで、東芝のこちらのね、パソコンの紹介でした。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ、チャンネル登録もまだしてない方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では皆さん、さよなら。